スザンヌ・ベガは、アメリカ合衆国出身の女性シンガーソングライター。ルッカ、トムズ・ダイナーなどの曲で知られる同国を代表するポップシンガーの一人。10代の頃より始めた作詞、文学、演劇を背景に、社会派のアーティストとして、非凡な才能を発揮し、数々の賞を獲得している。2008年、グラミー賞受賞。サンタモニカ生まれで、間もなく、母に連れられ、 ニューヨークへ移り、多くの社会的問題を抱えた地域で子供時代を送る。本来の生命はペックだったが、母がプエルトリコ系の小説家エドガルドベガユンケと再婚したため、以後その生を名乗るようになる。9歳の時に詩を書き始め、14歳の時に作詞を始める。その後、ラガーディア高校でモダンダンスを学び、この時に音楽こそが、 自分の求めるものだと気づく。1977年に卒業すると、コロンビア大学、バーナード・カレッジで英文学を学ぶ傍ら、グリニッチ・ビレッジの小さな劇場などに立つ。1984年にレコード会社との契約を結ぶ。1985年にデビューアルバム、街角の歌を発表し、その自己内政的かつ社会批判を含んだ曲はアメリカにおいて、 好意的な反響を得る。1987年、セカンドアルバム、孤独を発表。シングルカットした楽曲、ルカは、児童虐待を受ける、子供の視点から書かれており、当時のヒットソングとしては、得意な位置を占める。ちなみにこのレコードに含まれる曲、トムズ・ダイナーは、世界で最初に MP3 フォーマットになった曲でもある。 この頃から彼女のスタイルはロックへと近づくことになる。1990年、サードアルバム、夢ぎは彼女にとって新境地を開かんとするものであった。神秘的シンボリズムと感情の深淵を表現しようとした試みは非常に実験的な試みであり、彼女のさらなるスタイルの変化を表したものであった。1992年、ホースアルバム、微熱では、 音楽的にフォークとダンスビート、そしてインダストリアルの融合であり、内容的に明るいイメージを伝えており、それ以前のアルバムとは対照的な作りとなっている。1996年、フィフスアルバム、欲望の9つの対象が発表され、微熱の曲調を伝えつつも、過去の素朴なスタイルと、さらにボサノバを加えたものとなっている。二千一年夏、シックスアルバム、 ソングスインレッドグレーを発表。このアルバムでは男女の関係が機微に富んだ形で表現され、とりわけその関係性の失敗や挫折が主題として前面に来るものの曲調は高いレベルにおいて再びアコースティックな形へ移行しており、より素朴な形でそのテーマを表現している。2003年全米放送業界の最高栄誉、P ボディ賞を受賞。 2008年、前年リリースのセブンスアルバム、ビューティークライムが、第50回グラミー賞において最優秀、エンジニアドアルバム賞を受賞。自主レーベル、アムニュアンシス・プロダクションズを設立し、給付のリメイク作業に着手する。同年来日公演を開催。2010年、セルフカバーのアコースティック企画アルバム、クローズ・アップシリーズのリリース開始。2012年、 ビルボードライブにて来日、及び2013年、フジロックフェスティバルに出演。2014年、7年ぶりのエースアルバム、Tales from the Alem of the Queen of Pen を発表。同年来日公演を開催。2016年、女流作家カーソン・マッカラーズに捧げた旧 h アルバム、Lover, Be Loved を発表。2020年、9月11日にライブアルバム、 An evening of New York songs and stories をリリース。ありがとうございます。